理屈より情を優先ですか。ふむ。なるほどね。先輩、ありがとう。ニコ、先輩を好きになってよかったです。さて、困ったな。私も困ったぜ。アホ、勘違いすんな、ミカゲ。私が困ってるのはな、ニコルが嘘ついて私らを騙してたのに、お前がむちゃくちゃなへりくつつけてそんなニコルをかばってるのに、ちっともお前たちに腹が立たないことだよ。私も今自分に呆れてる。オトネ、君が私たちに向けてくれた好意は本物なんだろ。だから私たちに嘘をつき続けることが。ここは、はい。ニコは先輩たちが、星渡り同好会のみんながとっても大好きです。国の家族と同じくらい大切に思ってます。やはりな。ことを言われたら、私は絶対に君を嫌いになれない。やれやれ、ついに神の領域に踏み込むのか。私は最後まで付き合ってやるよ。こうなったら可愛い後輩の頼みを無下にはしないさ。はあ、なんで見かけが謝ってんだよ。意味わかんねえ。だな。私たちは乙女が好きなだけだ。君など全くちっともちりほども関係ない。うん。もしカイト君だったら完全ハブにしてるよね。否定はできません。大丈夫だよ。僕だけはずっと三影くんの味方だから。ひどっ。
輩。全部先輩のおかげです。こんなニコにも、本当のお友達が。違う視点からの調査も必要かもしれません。そうだな。こうなった以上、音音のためにも、なんとかカルマルカを再起動。見かけ、音音、避けろ！さすが小さな国の道路だ。狭すぎて嫌になるぜ。無駄口を叩くな。仕事にかけ。なんだこいつら。おい、あなたたちどういうつもりだ。こんな乱暴な運転をしておいて謝罪もないのか。ターゲットはドイツだ。今から確認する。あれだ、ガキの背中に隠れて。事情は大体わかるでしょ。おとなしく車に乗ってください、お嬢さん。なに、上からは丁重に扱えと何度も念を押されてる。素直にしてくれれば何も危害は加えません。そんなことをおっしゃられても。おい、見たか、このガキ大した度胸だ。ここが戦場だったらお前もう死んでるぜ。平和ボケしてるのはお前だ。